広末涼子の鳥羽周作へのラブレターに対するネットの声5選。今回は広末涼子の鳥羽周作へのラブレターに対するネットの声を紹介します。一応船のいじめみたい。ワイドショーが指針ラブレターを声優ナレーションで色つけて朗読しているのが、教室の黒板の前でターゲットから取り上げたラブレターを読み上げる大人のいじめみたいです。にすごい作詞。一周回ってラブレターをリックしたの、実は本人って思えて恥と引き換えにどっちを買って言い方を増やすとしたらすごい作詞だと思います。3自分の親だったら無理、広末涼子からのラブレターだから許されるけど、自分の親だったら友以外の感想がないです。4クソ野郎だよな。改めて考えたら広末涼子の手紙言ったやつってかなりのクソ野郎ですよね。他人のプライベートを勝手に言ってるわけですから、おさらされるのはきつい。やってることはいけない心が手紙の内容を全国区にさらされるのはきついですね。もし自分がそれされたらずっと引きこもりになりそうです。手紙の内容を定理でさらすことに保護する意見が多かったです。